どうもありがとうございます。今日みたいなあれでちょっと恐縮です。ありがとうございます。アサさんがデミー側が捌くの、そうなんですよ。本当ね、大変なんですよね。捌くのがむずいんですけど、捌けた時にね、割と大きいもんみたいな、ね、これうまいですね。確定で壊しから目玉固めない状態、そうですね、きついですね。そういうことなくなってくる系、なんかこれだけリスク背負ってるんじゃねえみたいな、こんなイメージというか、これうまいですね。ここからスケロクさんは画面端、この体力差、ゲージ状況、もう全てにおいて厳しいが、状況からでもスケロクさん今までなんとかしてきてます。全然わかりません。はい、あー、しっかりとルグル見ている。 You win.